久保さん、まあ。NFT がテレビ CM 出るぐらいにこう普及するのはなかなか難しいかもしれないですね。まあそのうちちょっと出てくるかもしれないですけど。ただね、もうあの先駆者として、もう池原さんはいち早く NFT に全振りして、もうほとんど今池原さん NFT に全振りしてんじゃないかな。そう。で、だいぶ稼いでますね。<laughs> あともうなんかコミュニティとかも結構作っちゃってんのかな。 そうだからもうあの池早さん早いっすねパンパン切り替えるのがそうこれだと思ったらこれにもうがっつり振っていくっていうだ昔はねあのとまだまだまだ,まだ東京消耗してるのっていうねそうこの昔っすねまだ東京で消耗してるのっていうブログをやってたんですけどこのタイトルも変わっちゃいましたからね今 どういうタイトルなのかなうん。やっぱ先行者利益うまいっすね <laughs>。そう、まあ FX に関してはトレンドじゃなくてずっとありますからね、もう FX っていうやつが出てもう20年ぐらい経つので、だから FX がバズるというか、久保哲郎がバズれば FX もバズるんじゃないかなと思いますね。FX が再度、その全盛期のようにバズるってことはもうないと思うんで。 当時はすごかったですよ。FX バブル。教材もめっちゃ売れましたから。FX の教材。<laughs> すいません。めちゃめちゃ売れました。めちゃくちゃ FX 売れた。うん、当時はね、出たばっかの時はやっぱね、あれですから。うん、まあ僕も、あの、何ですかね、うん、何でバズるかわからないですけど、バズるというか浸透させていくって感じですよね。あのじわじわと。 じわじわと浸透吉谷拓郎を浸透させていこうと思いますじわじわとバズることはないと思いますけどいってらっしゃい